はい、どうも皆さんこんにちは。本日もあつ森をやっていきたいと思います。さあ今日なんだけど、久しぶりにマイデザイン関連の動画を撮っていきたいと思います。多分ね、2週間ぶりぐらいじゃないかな。まあマイデザイン関連の動画はそんな撮らないからね。さあそういったところで早速ねダウンロードしていきましょうか。その前にまだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。いやー、なんだかんだ言ってあつ森は楽しいよね。てかマイデザインの枠が2倍に拡張されたっていうのがすごくいいわ。で、今日のマイデザインなんだけど、ちょっとねホラー要素が含まれているので閲覧注意かもしれませんね。まあ人によっては苦手かもしれないんで、もしホラーが苦手っていう人は見ない方がいいかもしれませんね。まあサムネ見たらわかると思うんだけど、何をするのかっていうところはい、作者 ID でまずは探しましょうか。で、作者 ID で探したいわけなんだけど、もしよければ皆さんこちらダウンロードされてみてはどうでしょうか。まあ結構ね汎用性が高いので、割と使いやすいマイデザインじゃないかなと個人的には思ってますね。ではこれで OK かな。よくらせと、さあ決定と、マイデザインを探しています。今ではね、スマホ一つでわざわざエイブルシスターズに行かなくてもマイデザインをダウンロードできますから、そう思うとすごいよな。で、今からダウンロードしていきたいやつなんだけど、あーこれどっちがいいんだろう。どっちでもいいな。ちょ、これダウンロードしていこうか怖すぎだろこれ。まあこのねマイデザインなんだけど、結構使いやすいんじゃないかなと個人的には思ってますね。割とあつ森でお墓とかを表現されてる方多いと思うんですよ。あとはねホラー島とか作ってる方かなり多いと思うんですよね。そういった人たちにはかなりおすすめしたいマイデザインですね。こちらかなり完成度が高いです。なので今からこのマイデザインを活用していきたいと思います。で、ある程度のスペースが必要なんですけど、ちょっと待てよ。スペーススペーススペース、あ、ここあるね。あー、なるほどね。ちょっとこれいらないので撤去しましょうか。よいしょ。よいしょ。よいしょと。で、あれだな。問題は、このマイデザインを活用できるスペースがあるかっていうところなんですけど、あー、どうしようかな。ここでいいかな。とりあえず島クリエイターを起動しましょうか。工事を始めるで、おお、このメインの島で久しぶりに島クリエイター起動したわ。かなり久々ですね。で、ここでいいかな。ちょ、ここ行きましょうか。さあ、崖工事ライセンスで、ここを削っていきたいわけなんですけど、ちょっとこれをね、閉まっていきましょうか。で、閉まって、閉まって、で、これで OK かな。で、降りましょうか。で、おそらく、これで崩すことができるはずですね。で、ここにさっきのマイデザインを使っていくって感じでしょうか。よいしょ。おー、なるほどね。ちょっと旗が邪魔やな。で、はしごで登って、あれこれ登ることできる？無理か。で、ここの上にお墓とかを置いてみたら、まあ、結構雰囲気が出るんじゃないかなと思いますね。まあ、結構汎用性高いと思いますよ、これ。はい、ということで、マイデザインの紹介でした。まあ、実際に使ってみると、結構ね、リアルなんですよ。すごいね、これ。なので、もしね、島にお墓を作ってる人とか、あとはホラー島を作ってる人は、かなり使えるマイデザインになってると思うんで、ぜひ活用してみてください。てか本当にさ、ここ最近、マイデザインの完成度が上がりましたよね。マジで、マイデザインのレベルが上がったと思うわ。マジですごいよね。なんかすごいマイデザインばっかりってイメージがありますよ。特に顔出し看板とかすごいよね。あ、あとはね、別の動画でおすすめの顔出し看板についても、別途まとめているんで、もし気になる方はそちらの動画も重ねてみていただければ幸いです。ぜひぜひよろしくお願いします。おはよう、朝から気合入ってんな、金くれい。ウホウホ島にオイラとお前がいる限り、この島の平和は完璧だな、ってか、真上から見下ろしてるね。この視点なかなか貴重ですよ。まあ、近くに崖とかがあると、まあ、こうやってね、いつもと話す視点が変わるんですよね。お、はしごなんか持って、さては崖登りか？高いとこからでっかい声で叫ぶとスカッとするもんな。やっほー！すっきりした、金くれい。おや、ジャコテンがいるじゃねえか。おお、ジャコテンどうした？あ、シャシャン、会えてよかったよ。君の探してた腕カバー付きつなぎやっと見つけたんだ。それは探してないかな。じゃがりこ T シャツのジャコテンくんよ、残念ながら。腕カバー付きつなぎは探してないわ。てかさ、腕カバー付きつなぎってどんなやつよ？探してないよ。ごめんね。ええー、僕の勘違いだったの？まあ、いっか。
とにかく受け取って。おい、受け取ってって言われても困るんだけど。ああ、ありがとうございます。よかったら使ってみてよ。僕の気持ちだからね。金くれい。はい、ということで、なんか謎のものをいただきましたね。腕カバー付きつなぎ。これか。ちょっと身につけてみようか。どんなやつや。ああ、なるほどね。いや、これはちょっと申し訳ないけどいいかな。こちらにするわ。腕カバー付きつなぎ。あ、あんなやつだったんだ。初めて見たわ。ええー。ねえ、ジャック。では、そんな君にはね、これをあげようか。腕カバー付きつなぎ。こないだジャックがこれ欲しいって言ってたから、これあげようか。はいよ。てか、タンクトップ絶対寒いでしょ。今の時期だとまだ寒いと思いますよ。ゴールデンウィーク前でしょ。タンクトップはきつくないか。これは腕カバー付きつなぎじゃないか。僕にも着こなせるかな。とりあえず、フィッティングしてみるね。おー。あ、けど、ジャックが着たら結構似合ってるね。ま、俺が着てもさ、どうしようもないんだけど、ジャックが着たら結構似合ってました。僕、正直に言うと、こういうテイストのものって嫌いじゃないんだよね。あ、そうなんだ。でも、こんないいものただで受け取るわけにはいかないよ。お返しと言ってはなんだけど、このサイクルジャージを受け取ってくれるかい。弱虫ペダルかな。てか、弱虫ペダルってさ、今何巻ぐらいまで出てるんでしたっけ。昔ね、弱虫ペダルをずっと読んでたんだけど、確かね、64か65巻ぐらいでもう読まなくなってしまいましたね。さすがに長すぎるわ、みたいな。あれって今どうなってんだろう。全然ね、状況読めてないんですが、弱虫ペダルって今どうなっているのか、ちょっと久しぶりに読みたくなりましたね。漫画とかここ最近全然読んでないからな。全く読んでないんですよ。まあ、キングダムぐらいかな、読んでるんであれば。まあ、キングダム。で、この間連載が終わってしまったんだけど、進撃の巨人も読んでましたね。進撃の巨人か。あれ結局終わっちゃいましたね。まあ、結構いい終わり方じゃないかなと個人的には思ってますけど、皆さんいかがでしょうか。進撃の巨人か。けど結構あれも長かったよね。何年ぐらいやってるんでしたっけ。確かもう10年ぐらいやってるのか。そう思うとさ、結構長い漫画だったんですね、進撃の巨人って。なんかね、まだここ最近の漫画かなと思ってたんだけど、もう10年も経ってるんだ。そして、フランサーちゃんの家にやってきました。で、フランサーちゃんの家にやってきたんだけど、土管がね、左にあります。これね、実は僕が昔あげたやつなんですよ。まだ飾ってくれてんのか、嬉しいね。まあ、こうやってね、飾ってくれるっていうのが嬉しいよね。うん。お気に入りの家具に囲まれて生活するのって、それだけでワクワクするわよね。例えばこれか。これさ、中入ることでできますよね。確か。よいしょと、お、中に入ったぜ。ただ、こうやって、土管を上げても、外に出ることはもちろんできないわけなんですよね。これさ、土管2つ飾ってもらうことでできるんかな？どうなんだろう。なんかたまにさ、同じ家具を飾ってる時あると思うんですけど、土管ももしかすると2つ飾ってもらうことできるんかな？じゃあ家の中でワープをすることができる可能性ありますね。まあかなり無駄だと思うんだけど、家の中でワープしても仕方ないからな。時間食うだけだから。まあ実用性はないですよね。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。